デラーオヤジチャンネル。こんにちは、モデラーオヤジモデオです。本日も一緒に RC カーを楽しんでいきましょう。先日レディオガガさんの RC サーキットに行ってきました。そちらの動画もね、ぜひご覧ください。もう15年ぶりのサーキットだったんですけども、本当に楽しかったです。これから本格的にサーキット走行をねやっていきたいと思います。15年ぶりということもありまして、リハビリを兼ねて行ったんですけども、いろいろ課題も見えてきましたので、そこでサーキット走行の本気度ということで G-Force から出ているアライメントセットアップシステム、これをね購入しました。私も TC01 を購入して、こういったものを購入しなければいけないなとは思っていたんですが、まあ1万円ちょっとするのでね、ちょっとなかなか購入ができないでいました。私も形から入る方なんですが、こういったものを見るとねかっこいいですし、本格的な感じもしてきますよね。しかもね、このキャリングケースもついてるんですけども、薄型で持ち運びもしやすいようになっています。中を開けますと、各部品がずれないようにね、所定の位置にうまくバンドで収まるように設計されています。材質もアルミで軽いですし、質感もね削り出してかなりいいですね。基本は黒で塗装されているんですが、部分的に面取りで削り取られているので、こういったシルバーのね質感もあってかっこいいと思います。そして各部の抵抗をなくすようにね、わざわざこうベアリングが入っているんですよ。この使い方についてはまたね後ほどやっていきたいと思います。サーキット走行をしたことによって、この TC01 のねいろんな部分がまた見えてきましたので、私なりに、情報共有をね皆さんとしたいと思います。 TC01 を走らせている方は同じような感想を持たれているんですけども、リアはナーバスというか、ちょっとグリップが足りない、リアが出やすい、テールハッピーなんていう言い方もしますけどね、そういう傾向はあるシャシーのようです。いろんな対策方法はあるかなと思うんですが、ちょっとねスプリングをちょっとリア変えてみました。まあダンパーオイルのね硬さを変えるであるとか、スプリングを変える、車高を変える、そういったねこともあると思うんですけども、私はオンロード仕様スプリングセットっていうのをね購入してみました。まあ硬さが3種類入っているんですけども、 TRF ダンパーに入っていたこの白いスプリングですね、黄色の印がついておりますのでミディアムということになると思うんですが、このオンロード仕様スプリングセットと比べますと、 TRF ダンパーは 1.5 ミリぐらいね短いようなものになっております。若干長いからといって特にね、ここに装着した時に問題はねなさそうです。むしろ長いことで、ゆったりこうね全体のストロークを使えるようなところがありますので、ややマイルドに作動するんではないかなと思っております。オンロード仕様スプリングセットのこのミディアムと TRF ダンパーのミディアムをね比べたところ、若干 TRF ダンパーのミディアム、このスプリングの方がね少し硬い感じはいたします。若干リアのねナーバスな感じをとって粘るような感じにしたいので、このスプリングをね入れてみました。まずはこれで試していって、フロントもね変えるとかということは考えたいと思います。今度別な動画で紹介いたしますが、私のホームになりそうなコースは秋ヶ瀬公園というところがね埼玉県にありまして、そこはですね無料でできるラジコンサーキットになっているんです。しかし無料であるがために路面のコンディションは少しね荒れておりまして、グリップも低いので、それに合わせてねちょっとサスペンションのセッティングももしかしたらもう少し柔らかいものにしていくかなと思います。TC01 の車高を測る場所はですね、ここですね、フロント。リアにも同じように平らな部分があります。まあ、これもね、走ってるうちにどんどん車体がね、削れてくると、ちょっと変わっちゃう部分はあるんですけどね、こういった目安がありますので、ここでね、車高を測ります。ちょっと路面もね、荒れておりますので、車高も少し上げ気味にしてみました。当面の車高はフロントを 6.5、リアを7ミリでやってみたいと思います。それでどのぐらいねバンピーな路面で車体をね擦らないかなというところはね確かめていきたいと思います。サーキットでたくさん走り込んで自分の操縦テクニックをね上げるということも大事なんですが、それと同時に走る量も増えてくると摩耗してくる部品とかね、耐久性を上げた方がいい部品っていうのねあるので、予備のパーツも買っておきました。これは TC01 に限らず TB04、05 でもあった現象みたいなんですが、このねベベルギア、
これを支えているクロスシャフト、これはねかなり壊れやすいみたいですね。それに合わせてスチールのねベベルギアセットというのもあるので、ここも樹脂から金属にいずれオイル交換の時にでも交換をしたいと思います。このフォーミュラー E のボディがかっこいいのも魅力ではあるんですけども、私みたいなリハビリ組あるいは初心者の方っていうのはね、どうしてもコースにねぶつける場面っていうのが多くなってしまうんですけども、フォーミュラー E はねこのリアの部分にボディがないんですよ。ですから後ろをねぶつけてしまうと割とサスペンションをね壊しやすいです。 TC01 であってもツーリンカーのねボディを初心者の方とか私のようなサーキットリハビリ組の方はねツーリンカーのボディを乗せることをねおすすめいたします。リアをヒットするとこのナックルがねすぐ折れてしまうんですよね。他の方もやはりこのねリアをぶつけるとナックルをね折ってしまうみたいです。リアのバンパーっていうのはね内側までしかないので、どうしてもねこのリアのタイヤはねヒットしやすいような構造になってます。リアをヒットすることによってデフにね無理な力がかかって、先ほどのクロスシャフトベベルギアというのがね壊しやすい、そういう傾向はあるみたいです。逆にフロントバンパーはかなり頑強なものがついておりますので、フロント周りはね私もそんな壊すような場面はありませんでした。オイルダンパーのオーリングというのも当然消耗品になりますから、次のオイル交換でよりオイル漏れが少なくなる X リングにね交換したいと思います。 DC01 は各ねサスペンションの取り付け部にサスボールという金属のねボール状の部品がついておりますが、この金属とサスアームのね内側、これがねだんだん消耗してガタが多くなってくるようです。でガタの多いサスペンションで走っているとどうしてもフィーリングというのはね落ちてきますので、こういったものもね予備は用意しておきました。サーキット走行するにはマシンのねコンディションも常に同じように維持するっていうのもね大事だなと思いますので、消耗部品はねしっかりと準備しておくといいと思います。秋ヶ瀬公園のサーキットっていうのはやっぱり路面のグリップが低かったので、タイヤもねいくつか用意してみました。すでにねタミヤのタイヤは、装着しているものがあるので、それをねベースに比較したいと思います。一つはねソレックスというメーカーのタイヤを買いました。これもインナーモールドが入っているタイプで、ベルテッドって言いますね、このメーカーの呼び方は。これのスリックタイプで 24mm のタイヤ幅ですから、キット付属と同じですね、ミディアムナローになりますね。これから夏場で路面温度も上がってきますので 36R というですね比較的高温のね路面温度に対応したものを今回買ってあります。モールドインナーはミディアムナローサイズで、なおかつ硬さもミディアム、これをね入れていきたいと思います。で実際タイヤに組み込んでみたんですけども、グリップ感があるんじゃないかなっていう期待がねあるような雰囲気になっています。秋ヶ瀬公園のサーキットでエンジンカーをやられている方と少しお話ししたんですけども、その方が言うにはエンジンカーに関してはグリップはねスポンジタイヤの方がいいと言っていました。まあ、私はね電動カーなんですけども、一応このねスポンジタイヤっていうのも買ってみました。スポンジタイヤって私は一度も使ったことがないんですけども、これもね触った感じかなりグリップしそうな感じがしています。そういったおすすめもありましたので、ウノレーシングっていうねこのタイヤを買ってみました。ホイールもついておりますし、すでに接着済みで、この角もね削り取ってあるという状態になっていますので、まあ、これはねすぐ装着して楽しめるタイヤになっているなと思います。 TC01 に関してはオフセットが2ミリのホイールをね標準としているので、このホイールですとオフセットが0になるので、六角ハブでプラス2ミリね外に出して今回は対応したいと思います。これキット付属のタイヤに関しては少しすり減ってるということもありますが、ややこのスポンジタイヤの方がね直径は大きいですね。でスポンジタイヤの方が減りは早いっていうね噂は聞いております。若干タイヤ幅に関しても太いように見えますので、25ミリぐらいなんでしょうね。まあ、ちょっとね私もスポンジタイヤ初めて使うんですけども、これちょっと楽しみなタイヤになっています。このタイヤテストに関しても後日アップしたいと思っていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マイティグリッパーと言いまして、やっぱりサーキット走行される方はね
タイヤのグリップ剤というのをね塗ってる方多かったです。マイティグリッパー V3 に関してはこういった具合にねタイヤに直接塗れるハケがついております。そしてゴムタイヤ、スポンジタイヤ両方にね使えるような商品になっております。タイヤのグリップ剤というのは粘着性のものをタイヤ表面に塗ってグリップさせるというよりもタイヤやゴムの柔軟剤のようなものになっていて表面が柔らかくなることによってグリップをより発揮するというね商品になっております。それでは G-Force のアライメントセットアップシステム、これをねやっていきたいと思いますけども、まず簡単なんですけどね2つのパーツを組み合わせていきます。この1万円ちょっとっていう価格ながらも要所要所にはベアリングが入っています。そしてタイヤホイールの代わりにこちらを車体のアクセルにね取り付けていくわけです。そしてこちら正面から見ますと振り子のようになっていて、これでねキャンバーの角度が分かるようになっています。また横にはキャスター角の目安のね角度が書いております。ホイールナットに代わるもの、これもね付属しております。こちらの商品を使うにはまずね机が平らであるかどうかということはねとても重要になります。私の机は平らだという前提でやっていきたいと思いますが、サーキットで使う場合とか自宅に平らな机がない場合はセッティングボードっていうものをね購入する必要もあるかなと思います。バッテリーを積んでおくか積んでおかないかで車体の沈み込みというのね重量も変わってきますので、バッテリーは搭載した状態で計測しなければならないかなと思います。ちょっとね一応これをつけた状態で車高がねどのぐらいか見ておきたいと思います。先ほどのタイヤよりもね少し大きいみたいですね。少し車高が今は上がっています。このセットアップシステムとタイヤの直径がね違うからといって等角やキャスター角のね計測には影響がないかなと思います。そしてこういったねアクリルでできたもう一つ定規みたいなものねありますね、これ乗せていきます。TC01 はフロントバンパー、リアバンパーにこのゲージが当たってしまいますので取り外した方がいいようです。計測を始める前に一度サーブをね動かしてセンターの状態出した方がいいですね。ちょっと軽く持ち上げてトリムも一度ゼロにね戻してセットアップする方がいいと思います。大変お恥ずかしいんですけども目検討で合わせた、アライメントになりますのでね、どのぐらいこう目検討が通用するのかっていうところもね確かめてみたいと思います。計測前にサスペンションは一度なじませて計測するといいと思います。まずフロントの左に関してキャンバー角は 1.1 ぐらいですかね。そして右側は 1.1、まあ、ほぼ同じぐらいのキャンバー角になってますね。なかなか優秀です。リアのキャンバー角です。左は2.1、右側のキャンバー角は厳しめに言うと 2.2 ぐらいですね。ほぼほぼ来てますね。トーイン、トーアウト、等角の角度を測るためにはこのアクリルのゲージを乗せていきます。ちょっとリアからね測っていきましょう。リアの左は 1.9 トーインです。右側のリアは 2.1 トーインですね。ほぼほぼ来てますけどちょっとその辺は合わせていきたいと思います。フロントの右側は 1.6 トーアウトですね。左フロントに関しては 1.2 度トーアウトですね。ちょっとこの辺もね合わせておきたいと思います。自分なりに目検討でやった割にはそこそこ来てるかなって感じです。こういったところをしっかり合わせて作っていくというのがねやっぱり大事かなと思いますので、今後これをね、セッティングの要にしていきたいと思います。こういったセッティングゲージを使うことでより正確なアライメントで走行できるようになるかなと思いますので、ご興味ある方は購入してみてはいかがでしょうか。これから本格的に私もサーキット走行やっていきたいと思いますので、ご興味のある方は一緒に情報共有していきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。引き続き私のサーキットチャレンジの様子をご覧いただければと思います。